今回取り上げる犯罪者は小島一郎。すでにご存知の方も多いと思います。新幹線殺傷事件の犯人です。結論から言います。重度の発達障害があった場合も働く必要があったんでしょうか。今回はそれにつきます。いろいろあったと思いますが、資本主義に向かない人間というのもいます。これは別に差別とかじゃなくて、働けない人間もいるんで、いろんな理由で働けない人をどうするのかっていうことがこの事件の最大のテーマだと思います。あともう疲れました、調べて。で、長いテロップは重要なところだけ読みます。細かい字はスマホの場合は横にして一時停止して、ご覧ください。全部読めないと思います。それと今回は言葉がきつくなるのと、テンポを上げるために淡々と喋るのではなくてポンポンポンといきます。新幹線殺傷事件、まず事件の概要と生い立ちとか人格をやります。生い立ちと人格は年表とか、そういったものでやります。2018年の6月9日10時頃ですか、新横浜小田原間を走行中の東海道新幹線の中で、小島一郎が女性2人を切りつけて止めに入った、男性も切りつけて殺害した事件です。で、車掌さんが説得してるんですね。15分ぐらい話を聞くとか言って説得したんですけど、それで、緊急指定した小田原駅で、まあその時はもう刃物落としてたんですけど、身柄を確保されてます。で、動機もあるんですけど、はっきり言ってですね、まあ社会への不満なんですね、一言で言っちゃうと。で、社会には適応できないから刑務所へ行くと。だけどこの中でですね、重要なものが一つあるんですね。で、重要なのが、祖母から縁を切ると言われてどうでもいいと吹っ切れたってあるんですけど、これってですね、ばあさんからの電話で、これだけ心配してるのにいっちゃんがいない存在だと思えばいいのかね、とにかく帰ってきなさいって普通に心配されてるだけなんですよ。で、それで養子縁組が切られると、要は仲のいい祖母からですね、もう見捨てられてしまうと。それで一生刑務所に入るような重大な罪を犯したと思ったんですね。これ障害のせいもあるんですけども、まあ曲解としか思えないんですね。で、やっぱりこういう感じだとちょっと厳しいですよね。僕もそういう発達障害の毛があると思うんですけど、ここまでちょっとやっぱり意思の疎通取れないと社会生活ってやっぱ難しかったんで、これどうしたもんかいなと思うんですよね。で、動機なんですけど、まだ結局のところですね、生きていく手段が刑務所の中しかないっていう結論に達してしまったんですね。で、発言あるんですけども、結局なんかですね、稚拙で露悪的なんですね。子供の頃からの夢だったって言ってる割にはですね、だったらどうして高校行ったりとかですね、定時制高校行ったり職業訓練校行ったり働こうとしたのかとかですね、矛盾してるわけですよ。言ってることもなんか幼くて、ちょっとまあ幼いっていうのは昔から言われたみたいですけど、しょうがないですよね。障害があった場合はもう何とも言えないですよね。調べてったら、未来に対して何も希望がないとか、出所したらまた人を殺すとか言ってるんですけど、まあちょっと調べててきついものありますよ。僕も動画作ってて、で、万歳三唱ですよね。これも別に心の中でやっときゃいい話なんですけど、表に出してしまうと、でもやっぱ精神が汚染されてるっつったらあれなのか、もうここまでねじ曲がっちゃったらどうしようもないですよね。障害があって生きづらさ感じて生きれないっていう風になって、時に誰も理解を示さない、まあひどい家庭に育ってしまってね、自身も障害あったらこうなってしまうっつうのはちょっとやりきれないんですよね。で、無期懲役になるわけです。2020年の1月8日ですね、確定するわけです。で、生い立ちと人格見ていきます。でですね、生い立ちの年表作りました。で、相当今回もまあ細かく調べてですねやったんですけども、全部解説するともうテンポ悪くなっちゃうんで、見たい方だけちょっと細かく見てきてほしいんですけど、まず、小島と親族の発言のニュアンスが違うところがあるんで、それはご了承ください。どっちが正しいか正直分かりません。あと、実はですね、小島一郎は鈴木一郎という名前なんですね。鈴木姓については週刊新潮で出してるんで、ここでも出します。で、
もうここから初めからもう突っ込みたいんですけど、もう名前つける時点で鈴木で一郎っていうのがもうなんかもう知性が欠けてるっていうか、もしいまあやべえなとしか言いようがないですよね。これは加害者家族をちょっと非難するようであんまよろしくないですけど、やばいですよやっぱりちょっと。で、もう3歳の時にですね、父方の祖母からですね、もういびられてるんですね。で、一郎がいびられるのは中学ぐらいまでいびられながらしつけられるわけですよ。で、もうここでもう言っちゃいますけども、これ父方の、まあ、小島の父親も祖母もおそらく発達障害なんだと思います。これは、まあ、これはあんま言っちゃいけないですけど、やっぱちょっとね、異常なんですよね。3歳の子供をいびりしつけるって、これは小島が大げさに言ってることがなのかもしれないけど、これやっぱりね、続いてるんでしょうね、遺伝で。あんま言えない、これはちょっと本音言いますけど、これや疲れましたよ、こういうの調べてると。やっぱりちょっときつい気持ちになりました。で、またここも重要なんです、5歳の頃ですね、保育所からアスペルガー障害の疑いを指摘されてるんですね。で、母親はそんなの大きくなれば治るとか病院に行かせないわけですよ。で、父親は成長遅いと思っていたけど普通ですよって病院特殊学級に入れなかった。これは親族の証言なんです。父親はそういう態度だったって言ってるんですけど、ただ父が初めてそういう障害について聞いたのは高校生の時っていうふうに言ってるんですけども、5歳の時にこういうねことをしっかりやってれば、理解してれば、こういう事件はまあ起きてなかったと思いますよ。で、長い長い中学生の時いろいろな事件が起きるわけです。祖母から小島一郎へのいびりというかいじめみたいのがあったっていう証言があるんですね。これは多分本人からだと思うんですけど、これは信憑性は分かりませんけども、まああったんでしょうね。ただ差別されてはいたんだと思います。14歳の時にですね、一郎が自ら病院に行こうとした時も、薬代が高いからと母親はお金を渡さなかったんですね。これは自分で、要は発達障害っていうのを母親に言ってですね、それで病院に行こうとしてもお金が高いからっつって渡さなかったわけですよ。これどういうことなのかと。で、別にそんなに高いそのお金では別にないわけですよ。で、この一族もですね、まあ俺が見る限りそれは共働きだったと思いますけど、そこまでその金なかったのと思っちゃうんですよね。もちろんこれ証言だけだから何とも言えないですけど、その14歳の時にこれ薬代が高いから渡さなか行かせなかったとかって、やっぱちょっとねおかしいんですよね。水筒買ってもらう時にも小島のだけ中古だったりとかですね、それでぶち切れて包丁とか投げつけてるわけですよ。でもこの時点でもちょっとおかしいんですけど、まあ、障害とはいえちょっと暴力的で制御できないんですけど、で、不登校にもなってるんです。で、これもいじめが原因なのか授業が分からなかったとか友達がいないとか、そういう いろいろあるんですけど、これはもう詳細不明です。父親は授業が分からない、友達がいないっつって行かなくなったっつってます。ただこのいじめが原因っていうのも書いてはあるけども、それが具体的にどうなのかっていうのは分かりません。ただ定時制ではオール5だったんで、失礼なんだけどバカではないと思います。で、読んだ手記も理屈っぽいがバカには思えません。この手記はすんげえ理屈っぽいんですよ。生存権とかいろいろ出してくるんですけど、そういった知識の面ではかなり賢かったと思います。普通に大学も入れたと思います。まあ、理解があれば本当に塾とかに行かせてやってれば普通にやれたんじゃないのかなと思いますけど。で、中二からですね、母が勤める自立支援の NPO シェルター、これ貧困の方向けのシェルターで預かるようになって、その施設からまあ5年にわたって中学とか定時制高校、初級9年校まで行くんですけども、この時ですね、この時だけは小島に居場所があったんじゃないかと、いろんな資料を見ると分かってきます。裏を返すとですね、家庭には居場所がなかったんですね。で、ここからもう挫折なんですよね。機械修理工場就職するんですけど、職場いじめがあったと。で、退職するって言ってるんですけど、これは別に仕事はできたそうです。同僚にも同期にも教えてたん
みたいなんですけど、ただ朝日とか見るとですね、人間関係に問題はなかったとも書いてるんですね。だからこの辺も分かんないんですよ。本当にいじめられてたのか、いじめられてたと思い込んでたのか、この辺は全く不明です。で、まあこっからですね、流転というか流浪というかですね、日々が始まるんですね。先進病院って言っちゃいましたけど、まあ専門病院に2ヶ月入院して自閉症と診断されてます。2017年2月ですね。でここから時期は不明なんですけど、母方の祖母の家に身を寄せるんですね。この母方の祖母の家っていうのも結構大きくてですね、一軒家なんですね。でここからなんですけど、まあ小島生になるんですよ、鈴木生から。でここも本当無関心でね、子供の性変わるのにも全然母親も父親も何も関心持ってないんですよね。まあまあまあ。で母方のおじも怒るんですよ。要はばあさん死んだら俺が面倒見んのかと。でこっからですね、小島も生きる価値がないとか、挫折するのが怖いとか言うんですよね。適応しないとか。こっからなんですけど、家出とかが始まるんですよね。まあ現実逃避だと思いますよ。旅に出ても何も変わらないですからね。3月16日にばあさんからの電話があって、犯行のきっかけになるわけです。先ほど説明した。でここで職質されて、ちょっと若干乱暴な職質されてるんですけど、まあまあまあしょうがないですよね。こっから6月9日新幹線殺傷事件に行っちゃうわけです。で猜疑性パーソナリティ障害とかいろんな指摘があるわけです。で ADHD とかこの辺の障害に関しては、週刊新潮に記載あったんで書きましたけど、どこの病院でとか書かれてませんが、おそらく発達障害だったんだと思います。かなり重度ので、無期懲役が確定しました。あんまり家族についてやりたくないですけど、鈴木家の人々についても調べました。親父に関してなんですけど、もうこれは皆さんが、俺も思ってることだけど、皆さんも思ってることで、あんま言っちゃいけないけど、差別的になるかもしれないけど言います。で父親も発達障害だったと思うんですよ。人の気持ちがわからない、もういろいろ書いてますけど、その一言につきます。うん、他人を理解できない、お前も嫌な思いして生きてきたんだったら少しは息子のこと考えてやれよと。で自分の息子がおかしかったら自分疑えよと。俺の遺伝して、息子なんて遺伝、半分は自分の分身じゃないですか。自分がからまあ遺伝してそうなったんだったら可能性ぐらい分かるもんじゃないですか。であえてこの項目は皆さんちょっと読んでください。インタビューで今は元息子という感覚、席もなく家族ではないとか言っちゃうんですから、半笑いで笑いながら、元息子一郎くんとか、もう頭おかしいと思いますよ普通に。で母親はまあ普通というか、もう彼女なりの愛情を育ててきた、注いできたとは言ってるんですけど、それと問題はですね、母方の祖母なんですね。一郎をいびりながら、疎んでいびりながら育てるんですけど、まあこの祖母から父親に遺伝して、その父親から今度は一郎に遺伝してきたんだと思いますよ、障害が。こうあんま こういうのは言っちゃいけないんだろうけど、まあ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 、まあ、子供にやることじゃないですよね。うん、何の目的があってこういうことやってんのか。で母方のおじがいろいろ一郎のダメなことについても言ってます。まあ仕事が続かないんですよ、うん、言い訳ばっかりで。でこれまあしょうがないんですよ、障害だし働けない人いるから、うん、一言で言って。でいろいろもう今回調べましたけど、疲れました。本当に小島ってやっぱ社会に適応できないで逃げ癖もあると思うんですよ、障害もあるから。でね、5歳の時とかに発達障害の指摘あって、それなのに放置されて、まあ14歳の時も放置されて、かといって抽象的な愛があったらどうにかなったかって言うと分かんないですよ。ただですよ、苦
薬ぐらい渡してやれよと。その後施設に入れてるんですから。5歳の時にもう少し考えたれよと。もうそれしかないっすよね。で最後にあのタレントのおつるぎ団が当時ねコラム書いてたんですよ。そこにいいこと書いてたんで、ちょっと最後一部引用して終わろうと思います。これあえて僕の汚い声で読まないようにします。で父親が変わってしまったんじゃないかというふうに大鶴義団書いてるんですね。要は小島一郎の障害があったから難しさって書いてますけど、これ、ね、おそらくあのペンが入って、難しさになったんだと思います。障害って書けなくて。で父親ももう悪いと思うんですよ。もうどうしようもない親父だと思います普通に。うん。だけども小島にも障害があったってことですよね。でそれに対して愛だけでどうにかなるかわからないし、経済的になんか手を打てたか 100% いけんのか、対応できるのは何パーセントいるんだろうって書いてますけど、うん、これが現実なんじゃないですかね。そういった本当にモンスターみたいな子供が生まれた時に、まあ障害があってモンスターってのは失礼なんだけども、どうできるのか、どうすればいいのかって本当わかんないですよね。何が正解なのか。ただ俺は言いたいのは、俺個人の意見としては、もう働けない人がいるとすれば、例えば生活保護とか、部分的にね、例えば部分的な生活保護、例えばワークシェアリングみたいな短時間働いてもう税金で埋めるみたいなことで僕はいいと思ってます。かなり本音をちょっと喋ったと思いますけど、ご清聴ありがとうございました。